こんばんは、えー、今日はですね後ろに書いております必ず宅検師になると、えー、まあまあ、今年と言いながら2022なんですけどね、えー、ということで、えー、と担当させていただきますレック専任講師の小原と言いますよろしくお願いします、えー、っと今日はま,ああのまずは宅検のちょっと勉強の仕方というか タケのね、内容をまずお話をさせてもらって、というふうな形でね、えー、まずさせていただけましたらと思います。よろしいでしょうか。えー、と、まずあの、このですね、えー、レジュメありますかね、この、えっ、ー、とですね、ちょっと申し訳ないんですが、あの、ズームの方はちょっと画面で見ていただいて、こういうふうなね、タッケンになるという、ちょっと私の方でレジュメを作っておきましたんでね、 見ていただくといいかなというふうに思うんですが、まずあの、えー、こういうやつねあ、いいですかね、これちょっと見ていって、えー、ちょっと内容を確認していただいたらいいかなと思いまして、まず、まあ、あの合格ということで、1ページ目ありまして、次2ページ目、こうちょっとまず、えー、2ページなんですが、この、達検試験というのはね、えーまああのー 今年まあ大阪に関しては去年もそうだったんですがちょっと2回受験がありましてえーっと10月と12月というふうにちょっと分かれましてえまあまあ,あのできればやっぱり早く申し込みをして10月でやりたいというのはねあるんですがまあいろんな事情で申し込みが遅くなった方がやはりちょっと12月に回ってたかなとは思うんですがまあまあ えー、通常はまあ10月をね、イメージしていただきながら、目指してもらったらと思いまして、えー、基本はですね、ここに書いてありますように、えー、っと50問の4子択一試験なんですね。だから、4子択一ということは、マークシートで記述じゃないんで、まあ、確率から25%の確率はありますけどね、えー、選ぶわけですから、でえーまあ、それを2時間、えー、通常はですね、えー、13時。 えー、13時からの2時間です、だから15時ですね、通常はね。で、まあ、通常というふうに今お話ししたのは、5点免除っていう業界の方は免除を受けられるので、その場合は1時10分、スタートが、もう当然、会場も違います。 これ不動産業に従事している方は、免除をお持ちで、えー、行かれる方多いんでね。まあまあ、そういう状況にはなっています。で、まあ、通常のちょっと今、50問のね、一般受験で今ちょっとお話をさせておいていただきますけども、一応50問で4試卓1、2時間ということでね。で、ここですね、1問を3分で解くと、これもうあか,あかんのですわ。時間オーバーなんです。3時半までかかりますね。でしょ。で、30分で時間が足らないということになるんで、やっぱりこの、 50問を読み切るスピードをつけなあかんわけですね。10月までにね。で、えー、まあ、あの、1問が2分えっ、ー、と、1問をこれ、えー、この3分その長い、あかんでしょ、これ。あかんから、これをもし3 2本にすれば、2本にすれば、これ100分なんです。100分ですね。だから、えー、どうですかね2時。2時40分ぐらいに終わりますかね。大体。 ちょっと前に終わるかなということでまあまあだいたい一枝4四択1と考えた場合一つの枝が30秒そこそこの判断をすると正しいの誤ってるのという判断をしていかないとあかんからとだからまあいわゆる瞬時に整合判断する読解力要するにやっぱりその読み直すという時間がないんですよやっぱりバッとこう判断をしていかなきゃだなんていうね、えー、この辺がトレーニングをしていくね、えー、スピードをつけるということの必要性っていうところがね あるかなと思いますだからよくやっぱり時間が足らなかったという声は聞くことはあります。これはやっぱりそのトレーニングの問題量がもうちょっとやっとけばね多分いけたのかなとは思うんですけどもねはいそして、えー、試験の内容ちょっと言っておきますはいまずですね50問の試験なんですがまずここまず民法ってありますよねこれ民法これ10問出てます10問出題が。 で不動産登記法が1区分所有が1借地1の借家1これで14になると思います、えーまあ、民法っていうのが一般的な法律なんですねで不動産登記とか区分所有とか借地借家っていうやつが特別な法律なんですいわゆる不動産の登記専門の法律区分所有はどしてもマンションみたいなね で土地を借りたり家を借りたりする専門の法律が借地借法ということで,で、まあ、これ14問あるんですがやっぱりこれレベル高いんですこれかなりのレベルが高いと思いますでやっぱり初めて勉強法律に初めて変えられる人は面白いんですけどもなかなか奥が深い、えー、まあまあ民法ってほら司法試験っていうあの弁護士の試験まで出てますからね、まあ、そこまで難しくはないんだけどもやはりこの 漢字、まあまあ、としては半分ぐらい取りたいなと思いますね。7、8点は取っておきたいなという感じ。合格に向けていくならば7、8点は取っておきたいかなという感じ。いや、それは10点でも13点でも取ることはいいんですけど、そうはいけないというかね、なかなか、えー、レベルが高いというね。そして、えー、と次、法令上の制限、はい。これ、都市計画法が2、建築2、国土1、1、1、1。 はいえー、これが8、えー、と都市計画法というまちづくりそれから建築の最低基準それから国土農地宅属核これで8問という感じですで今年10月の試験はやはりこれだけ難しかったんですね ちょっとやっぱり、これもきついなっていう感じ。特にこの都市計画、建築情報が難しかったんですね。ちょっとやっぱりなかなかあしんどいかなっていうところでしょう。まあまあ、ここはなんとかクリアはしたいんですけどね。そして次、税ですね。ここまずね、1行目。ここありますね。これずっとこれいきました。これ。これ国税でね、国が取りますね。これ国税なんですね、ここ。国税なんですね、この出題ね。これ1行目のやつ、これ国が取る税金なんですが、これ国税言いますね。 でこれ1問、なんですす出てます1 1問国税から1問。でちなみに、えー、今年の10月の試験、これ。12月がこれ。ということは、皆さん方の試験は、10月はこれちゃうんかなという、これになるかなというこの、ね、まあ、今、予想してもしょうがないんですけどね。うん まあまあ、登録免許はちょっとね、よう出たなと思いましたけどね、そして次、ここ、この2つなんですが、これ、地方税、地方、地方が取ります、国じゃなくて地方、地方一問です。で、これはね、もう順繰りなんですわ、これはもう順繰り崩してなくて、これ、こちらが10月、これ11月、あ12月。ということは、皆さん方の試験は取得税で問題ないかなと思います。 はい、これはもうだって2問やから、えー、どっちかやからね、テレコンに出てくるわけですよ、だって。だから、10、10、12と出てるわけやから月、10月が不動産取得で、12月は固定でしたから、来年も同じように、多分不動産取得が10月かなというね、来年とか2020に、ね。だから、地下工事、これもね、どちらか1問なんですよ。で、これも、おこっち側が10月、こっち側が12なんです。これ、10の 10, 10月やって、これ、12なんですよ。 ということは、皆さん方は鑑定評価になる可能性が高いかなと思うよな。これは割と読みやすい地方と鑑定評価地下公示の列はテレコなんでね、国税はね、だから4つあるんでね、なかなかその辺が、うん、という感じです。で、ここ、これまあ、111で3なんですが、これ、住宅支援機構、これ1、1、統計1、111で5です。これが実はね、5点免除なんですよ。 免除って夕飯してますでしょ、先ほどね。業界の人はこれが受けんでいいんですわ。これが最初から5点あります。ただまあ、一般受験の方でもまあ、やれば3、4点は取りますからね。まあ、実際の差はね、あの、1、2点かなという気はしてますけどね。はい。これで全部で8もありました。ここもね、これ全体で8。ですね。1、1、ね、8ありましたね。はい。 で、一番多いのはこれなんですわ。宅建業法っていうこれなんですけどね。この業法だ十九19問なんです。これ1なんですよ。これで20。宅建業法自体からは19問。で、立候法っていうのが1問今出てまして、だからもうこれで4割あるんでね。だからやっぱりこれで、ね、点数取れるかどうかなんですよ。で、やっぱりね、合否、合格してくる人はこの点数が高いんです。ここ。ここの点数はまあまあ、かなり。 8割、9割ときてますね。だから17、18、19。場合によっては満点という人もね。やっぱこれの点数が取れるかどうかということです。ですね。その辺があ勝負になるかなというね。これだけの勉強を、まあ、あしていただくということになるわけです。このね、12 10月の、ね、試験に向かってですよ。まあ、こういう内容があるということです。ですねはい、幅広いですよね。だっていろんなものを勉強してますから、うん。広く横にね、動いてますんでね。ですかね。はい。 そしてちょっと民法の勉強のあれを見ましょうかねあの、答えも載ってるからこっちから見ましょうか、はいえーっとね、ここから見ましょうか、はい、12ページを見ていただくと相続ちょっと載せておきました。面白い図を、ね、ちょっと載せておきましてね、ありますよね、はいあのー、例えば、あこの今、1億円持ってヒゲの人亡くなってますよね。 じゃあこの1億円はどこへ行くんでしょうかという話になるわけよね、ここうここ見たらね、これ、今、これ、当然、奥さんやからこれ、二重線引いてある配偶者って言うんですが、子どもいる、で親おる、これ誰やったら、もうこの時点でね、ここで確定なんですよ、こう,こうなってしまうんですねこれ。これ一応ね、一順位っていうんですけど、これ一順位になりましてね、こう決まったんですね、ここね、下にありますように、民法はね、法定相続の順番を決めてます。 で配偶者っていうのは常に相続人、ちょっと別格なんです。だから二重線にしときましたね。これね。家系図二重線でしょ、配偶者を。常に相続人、ね。で、ついに子供、これ子供いますでしょ。これ第一順位なんです。で、その次親なんです。第二順位なんです。で、継帝姉妹が第三順位ということで、これ順番決めてますね。これ一緒にもらうことはないんですわ。これ今、この図を見てもらったらね、親と子供両方いますでしょ、これ。この両方に分けることはできないわけです優先順位決まってますね。 子供が先なんで。で、そうすると、その子供と配偶者と二分の一で、例えば配偶者が五千万で、子供がそれぞれ二千五百ずつもらいますよって、こんな感じなんですね。こういうのが法定相続分っていうね。で、あの、十月の方はちょっと難しかったんです。これ出たんですけどね。連れ子やったん、連れ子。連れ子はどうですかじゃダメ。連れ子は、 その人と、その、連れ子とこう結婚したらその、その配偶者になるんやけど、子供はつながってないでしょ、血が。これ、養子縁組みせなきゃいけませんねこれ難しい。で、どうだこれ、なかなかきついんちゃうかな、問題としてはね。連れ子さんはあかんねん。はい。えー、その人との関係でね、ないでしょ血の繋がり自分の子供じゃないから。ね。はい。その問題出てましたけどね。はい。そして、今度、こっちです。賃貸借の報酬。こんなあの、あの、 どうですかね賃貸の方やったら経験のあることなんですけどね、これね、こう見ていただくとね、例えば、あのー、家賃10万円でね、えー、まあまあ、えー、大家さんとね、まあ、皆さんが借りるとなった場合、どうなのかという、なんぼ金取るんだよ、ね、報酬取られるのかというね、はい、一応こうなります。居住用建物の賃貸借は原則2分の1か月5万円です。だからまあ、半月分ずつということね、折、ま、半、あ、するということなんですね。ただし 依頼者の承諾があれれば10万円取れます、まあ、ただし、合計で1か月分は超えることはできないんですけどね、まあ、消費税1.1倍ということでね1割取れますんで免税ならば1.04というちょ,っとちょっと変な数字なんですけどもと、まあ、載せれるわけですけどもおそらく部屋を借りてる人ね、まあ、賃貸の方でしたら経験があると思うんですけど多分家賃1か月分取られてる方が多いんですよ圧倒的に。 で、これは何でだったら承諾すれば1ヶ月でもいいですからね。うでしょ1ヶ月ももらいますよって、はい、言うたらそれでも承諾やからね。で、大家からは、なんか広告料とか業務委託料ってなんか違う名目でね、金を取るんですね。まあそういうことを実際にはやってると思いますけどもね。ただまあ、それを大家から1ヶ月分取ってしまうと違反ですよね。1ヶ月か取ったらアファンから。名目を変えなきゃならんでね。まあそういうふうになってます。これ、報酬計算。ね。そして、えー、こうですね。 次、売、え、買、ー、のね、これね、これね、あのー、中華入った場合ね、あのね、このコロナ禍の中でもですね、不動産強いんですよ。でしょだって飲食なんか店を閉めるところ多いのにね、不動産はすごい。やっぱり不動産の神話ってすごいですよね。で、まあ一つはね、なんでかというとね、まあ、最初やったのはね、最初やったのね、コロナ離婚なんですよ。コロナ離婚。も <laughs> うね、一緒に寄ったらあかんからも、もうもうで部屋、もうね、別れとなったらいい部屋いるでしょ。 それともう一つはねあの、在宅での仕事が多くなってるでしょう。1部屋いりますね、余分に。今までやったらね、家に飯食いに帰って寝てるだけやったのが、その仕事部屋が1ついるでしょう。そしたら、1部屋の大きい部屋をね、あの大きいゆか、1部屋の大きい、まあ、ある、ね、不動産を探すということで、まあ、購入とか賃貸も、ね、結構増えてるんです。ただ、ね、今業界としてて、ね、言われてるのが 物件がないんですわ。買いたいとか借りたい人ってもうその物件がないんですよ。だからバランスが悪いんですね。だから本当にね、うまくいけばというところはあるんですけどもね。いいですか、これね、どう言うてるか、はい、講習決まってます。いきますよ。物件価格が200万円までやったら5%上げますと決まってますね。で、次、200万円を超えて400万円やったら4%プラス2万円取ってもでていいよと。で、400万円を超えますと3%プラス6万円いけますよって言うんです だからよく使うのが1000万円やったら3%プラス6万円の36万円。それに両方から頼まれれば2人からやから72万円取れますよと。それに消費税のまあ72万七十二万7万2万二千円ですからね。消費税乗せればその合計分は取ってもいいと。こういう計算になるんですね。だから大きいですね。例えばこれが1億やったら306万円。ね。はい。なりますよね。はい。これが。 10億やったら3006万円。はい。100億やったら3億6万円。ということなのね。両方から6億ですわ。ね。6億円です巨人の菅野ですわ。下がりましてね。えー、それから山田哲かな。あれも6億ぐらいちゃうかな。ね。まあまあ、そういう金額です。いいですね。こんな感じで決まってますんでね。で、税金の話をさっきちょっとやりました。これです。なんで税金かというとね、例えばね。今、1億円で売るでしょう。 ほんなら、購入価格が7000万円やったら、この人儲かってますでしょ、3000万。これ、所得やねでしょこれ、1億円で売って7000万円で儲かりますやんか。だからまあ商売でこうやからね。普通。ただ、なかなか儲けてるかどうかは別として、所得が出れば、これ、所得税やね。これ、だから出れば。これ、今年、2021、10月の試験出てます。で、お姉さん、家買いますと、不動産取得税ね。これ、ずっと持ってます。これ、1回だけですけどね。取得税は1回でしょ。取得やから。で、固定は、これはもうずっとやね。これ、ずっと。 これどっちかやね。でしょ不動産しとく。で、例えば、契約書とか領収書には印紙を貼らなかので印紙税。で、登記すれば登録免許ね。はい。こういうのね。出てくるわけですよ。だから、試験ではね、こういうのが効いてるわけね。理由はそういうことです。これね。なんでこんな税金効くんですかだか不動産の取引に絡んでくるの、こうやってね。まあ、そういうことが理由だというふうにご理解いただいたらね。だから、こんな勉強もしてるということをね、ご理解いただいたらいいかなと思いますね。よろしいですか ね、はい、そうするとね、ちょっともん、えっ、ー、とね、今の見てもらって、今これ全部答え,答え見てもらったからね、もうね、はい。では、えー、と8ページ戻りましてね、ちょっとね、宅見試験がやっぱり最近変わってきたなっていうのはね、確かに、あのね、どういうことかというと、以前はね、正しいものは、どれか。誤ってるものは、こんなもんね、ええー、やないですか。例えば2番が答えて分かったら、別に3、4は分からなくてもいいんでしょ 楽やわいな、とら。だけど、近年多いのはね、個数問題とか組み合わせやねん。例えば、正しいものはいくつあるか、全部判断せなあかんでしょ。で、誤ってるものの組み合わせ、これはまだましやけどね。で、全、すべての枝の判断が必要になります。でね、一応ね、これ、パターン学習では回答できないっていう回答枝でしょ。で、これどういうことかというとね、例えば、あ問題集なんかでも、こう、あるんですけれども、例えばね、 例えば、このまあなな、なんか問題あるじゃないですか。で、例えば、この問題のですね、答えが、例えば、今言ったように2番だが丸やと。これ正しいもので2やと思いますやん。ほな、まあ、2をマークするわね。ほな、3、4あんま読んでへんねん人は。あかんがな、全部読まな。なんでかというと、個数問題になったら、その判断をせなあかんわけやからね。その辺が問題になってくるわけですよ。その、個数問題じゃこ,こういうのやからね。ほら、こういうやつです。ほらね。 違反するものはいくつあるかってこんなんね、これ出てくるわけ。もう全部の枝判断せなあかんでしょう。ん、こういうふうになるとね、あのー、なかなかやっぱり時間もかかるし、正答率も落ちるというね。だからこれです。一つの枝が答えや表ももう全部確認せなきゃいけませんね。だから先生会いました。でいやいや大たっていう事実よりは、全部の枝の理屈が分かってますかということやね。これが大事になってくるね。 だからパターン学習いうのは、もう答えがおたらえと思ってる人結構いるん。先生やりました合いましたいやいや、4の答えの、まあ、誤ってるよ、分かるか言ったら、いやいや、おうたからという、それだけなの。それはちょっと困るね。よろしいですかね。そういうまあ勉強していかなあかんということをね。で、一応この合格ライン載せておきました。合格ライン、これずっと載せてましたね、これまあちょっといろいろあるんですが、ちょっとね、このデータがまだ載ってなかったんで、この時は、これちょっと見てください。 も10月は発表になってますんで、はい、10月の数字ね、えーっと、受験者数が20万飛び9749、合格人数が3万7579、多いね、17.9、ちょっと高いでしょ、これ、合格点34。 うん、高いね。これ35やったら多分合格率が14%やったんでしょうね。こ下がってるでしょ。でも僕は妥当やと思うんですよ。この辺高すぎなんですわ。こんなん38とか36で高すぎるでしょ。38でもこんなんやからね。だから去年の,の2010年、えー、去年やね、去年おと,ととしって言ったらいいのかなこれあの38で高いよね。ちなみにこれ個数問題、これ2なんですよ。 この時2やねこれ6やね俺の予想通り。4問4問増やしたら4点下がるよと。下がってるよね。個数問題でね。でまあこうやって見てもらったらほらこうなこうなこ,こんなんです。この時は一番多かったかな。個数問題が31。ね。だからこの33とかこの辺がえけどな点数的にはね僕あの個人的な思考としてはこの35を超えた7とか8とか6はちょっと高すぎるような気がするね。 ただ、あの言えることは合格率が大体15から17ぐらいなんですね。これちょっと高いですね、17。だからおそらくこれ、12月はこれ、去年もそうですけど低いでしょう。うこれ、多分低いと思うんですこので全体でこれ調整してね、これ、去年なんかもこれ、17.6と13.1で16.8でしょ、全体でね。2回分でね。まあそういうふうな。まあだから、試験としてはできればやっぱり8割ぐらいをね、取りたいのは事実じゃないですか。 感じはねはい、そして、でねえー、っと宅検試験に必要なこととちょっと書いてきましたいま,すよまず、得点する問題と捨てる問題を見極めなあかんいや。こういう下手が正しいのかどうかということなんですが、一応ね、ご例えばね、去年でいうとこれ、10数もで16問捨てても合格できてるのね、34やからね。全員にジョーカーが16万やったんですよ、ジョーカーがね。 どこで出すんですかってこと。これ過去問で見極めて放棄するわけです。これね、この問題集、レックで言うとね、この、これが、過去の問題集っていうね、これもちょっと行法を今持ってきてるんですけども、えー、過去のいわゆる問題集があるわけね。こうやってね、出てるわけですね。こういうふうな形でね、出てるわけですね。これはもう分野ごとにあります。で、ここに載ってることは、確実に、 やっぱり解かなあかんのですわ。いや、これ解けませんよ、たらもうちょっとね、問題やな。それは。もう絶対にこれはいく。逆に言うと、これを超えたのはもうええやなと、そのまものでいいよ、ということでね。で、特に先ほど言いました、その捨て物というような問題は権利に多いんですわ。さっき言いました。14問中、やっぱり半分ぐらい難しい言いましたね。だから、この、 浄化を出さなければならないと言ってませんよ、これ浄化昨年で言えばこれ16問あったんですね、16万あるんですね。16万あるわけですけども、これはやっぱ圧倒的に権利関係で必要になると思います。権利関係で浄化を出すと。いや、だけど16万あったら楽でしょうだって権利14問なんでしょ究極言えば。<laughs> 楽じゃないですか。ねえ。ということね。これを見極める。過去問でね。ですかねそれが必要かなと思います。いいですかね。 だから過去問はやっぱりきっちりやると。終わったらやるというね。これはやっぱり必要かなと。で、えー、まあ、私がいつもその言うこれなんですが、えー、合格に必要な参加条を言っておきます。まず合格したいと思うこと。これ、動機づけなんです。いや、そんな先生当たり前じゃないですか。その説明会来てるのにってよくね、皆さんも思われると思います。ただ、今の気持ちが10月まで続くのという。全員が続くと、 僕は信じてますけども、やっぱり人によっては、もうなんか梅雨暑い、梅雨鬱陶しいし、夏暑いしみたいなね、また来年もいう言葉をやっぱり出てきてしまうと、あかんと、ね、よくないんです、なんでかやったら、大事なことは2022、ここで通らなあかん、これ合格目指す、俺たちの甲子園は、ね、いつあるんですか、10月の16日、2022ね、ここを目指してるわけだから。 で、そのためには合格のための学習を始めてください。それは何かあったら本屋さんで本を買う。先ほど見せてもらいました、ね、これ独学いのもあります。それとか、あと通信っていうのもあります。ね。で、えー、まあ、こうやって学校へ来ていただくものもあなん、まあ、せ始めなあかんね。実行するということね。で、最後までやり遂げる。これね。やり遂げるという言葉ね。最後までね。これ継続は力言いますけどね。これをすれば、私は必ずこれ。 必ず合格できる合格確信ということでねこれ間違いなく合格できると思いますだから合格がやっぱりしきれへん人にはこの3つのどれかがねちょっとね欠けてくるんですね最初は多分やろうとは思ってるんだけどみたいなねでねこういう言い方をするとちょっとどうなのかとは思うんですが私はよく言うのが何かを得る場合は何かを犠牲にしなきゃならんとそれは何かと時間 勉強する時間がいるから。毎日いつもと同じように酒飲んでね、通れるんやったらそんなん、あのやったら俺本書きますわ、そんな、そんな、ありえへん。その時間勉強せな、しゃあないよね。少なくとも学校へこうやって来ていただく時間、で家で勉強する時間、それは要ります。今までなかったはずやから。それを自分の中で、自分の生活の中でご飯食べる、寝る、風呂入る、トイレ行く、同じように卓球の勉強を組み込んで、ルーチングしていく。 それれができれば私はいけると思いますでなぜかというとね最年少合格者って12歳小学校6年生が通ってるのね最高齢は90ぐらいまで通ってるわけですよこんな試験他ないんですよこれはやっぱり択一だというところのね特徴かなと思いますけどもそれはやればできると思いますただやらないだけその頭がいい悪いじゃない全然そんなことないんですよやるかやらんかっていうだけでねそこのポイントになるかなというふうに思うんでね ぜひ、あの、やっていただきたいなというふうに思います。私はね。で、まあ、あの、どういうんですかね。一応、これが、今お話してます、この、宅見の勉強の流れね。えー、はあ、こんな形で、えー、進めていけたらというふうに思いますんでね。まあ、あのー、今、私から話しさせていただきました、あ宅見の勉強の大体の流れ。 これぐらいで大体30分ぐらいでまあご理解はしていただけたと思いますんで、一応ちょっとここでね、えー、まあこの内容の説明は終わっとこうかなと思いますんで、どうもありがとうございました。